今回の展覧会のタイトルが「失会」というタイトルですがあの以前「失会屋」というお仕事のことを京都の方から聞いたことがありまして本当にこの「失っというのは「すべて」という言葉みたいなんですけれども失会屋というのは人と人をつなぐ。 えー、大切なお仕事であるという本当にそ,そういうふうな人と人をこうつないでいくことってすごく大切な時代になってきてるんではないかなとは思っておりました。でそれで今回「美の継承」というテーマであるということで、えー、と実際のところ、えー、と自分の父親ですとか京都で修行させていただいた鈴木治先生とはその先生の仕事父の仕事また あのその方とあのいろんなお話をする中でいろんなことを勉強させていただいてたわけなんですところが今回あの高島屋さんの所蔵の作品を一つのテーマとして作っていくとな,るなりますとあの前田清宗先生自身は全く存じ上げないわけなんですしかしこの作品から何をこちらがこうくみ,み取れるかと。 そうなってくるとやはりこの作品をしっかり見てそして模写に近い形でしっかりこうそれを見ていく中でその作品から何をこちらが汲み取れるかっていうことが自分の中での今回のテーマでした。今回のこのののこ作品山 この作品は実はもう数年前になりますが大阪の高島屋さんで高島屋さんの収蔵品の展覧会がありました時に拝見させていただいて本当にあに四季のいろんなあの草花が一つの画面の中に一つの森っていうかその中にこう描かれててあのその考え方構図全てにあの衝撃を受けまして本当に何か いろんなものをこう集めて自分の中に紹介してこう描いていっていいんだっていうことで自分の作風がそれから少しずつ変わっていったんですですから今回そういうふうな意味でこの作品を選ばせていただきましたで実際本当に一点一点あの小さいところまで見ていきますといろんな植物がこう合わさっている。 そして小さい小鳥からいろんなものが描かれててその本当に全体的な豊かな気持ちとそして何か全体にわたっての透明,透明感みたいなあのその状態を一緒にこう自分の中で自分の作品の中でこう表現できればということで挑戦させていただきました。 あの作品を制作するっていうことについてはやはりこの有田でこうせあの仕事しておりますとやはりこの自分自身が生まれて仕事をしてこう育ってきたというかその場所っていうものの大切さそしてその,そ,その場所の歴史っていうものの大切さ。 あのそこで仕事をするということはやはりそれを踏まえた上で踏まえた上でっていうかそれ,のこれを受けながらこうしていくものだと思うんです。でこの工芸という仕事はやはり自然と対峙しながらあのこうしていく仕事でありますんでそうなってくるとその場所歴史っていうものを元にした自然をいかにこう受け入れるか。ですから あのえー、と自分の仕事っていうのは本当にこう仕事していくときに大切なものっていうのはその場所そして歴史時間そういうふうなものをいかに自分の中に受け入れ,け入れられるかっていうことそれをあの最も大切なことと思ってますね。はい、そううですね美っていうのは本当に あの難しいっていうかそこを追求しているわけなんですがあの実際先ほど言いましたようにその歴史とか場所とかいうものそれによって美というものももののこれは変わっっててくるものだと思ってるだ思んですですからあの少なくともこの場所で今作り出している自分の中の美というものそしてまた10年後に自分が思う美というものもやはりこう移り変わっていくんです。 ですがそういうふうなものにあの本当に何て言いますか正直な気持ちで引っかかることなくえ見つけていければあのいいんじゃないかなあの何かにとらわれるんではなくて自由にあのそれが見つけられていければいいと思ってます。 そうです、ね。あのいつも思うんですが、自分自身無人島で作品作りはしないっていうのが自分の中の一つの信念としてあるんです。やはりあの作り出したものによって作り出すものっていうことを人っていうことの関係、人に対してっていうものが自分の中に大きなウエイトを占めております。そういうそういうふうな意味でやはり人がこの 喜ぶ姿ですとかあの人がどういうふうにあのそれに対して思うかとかそこのところはじゅあの自分が制作する上で一番大きなあのところじゃないかなと思ってますね。そうですねこれは本当に、えー、と時代によってこう変わっていくものだと思います。しかしか、あのー ものを創造するっていうことはやはりすごく大切なことだと思うんです。人類としてもこれはあのそのためにアートっていう世界は何のしがらみもなくものが作り出せる時代であってほしいと思うし、そのあの作り出している姿っていうものはこれは物を作るっていうことがいろんな面でえっ、ー、と経済にも えーと人人のの生活にも人の思いにも哲学にも思いで,ですからそういうふうな意味で、えー、と将,将来このアートというものの価値といいますかアートというものがすごく大切に今よりもさらに大切に思われていくんではないかまたは思われていくような時代になっていってほしいと思ってますね。 若い方にアドバイスというとそうそうあのちょっとおこがましい状態で自分自身もものを作っている状態で常にこれは若いとか年配であるとかいうこと関係なく一緒のレベルでものを作るものだと思うんですしかし、まあ、強いてあげて、えー、言うとするとやはりいろんな経験をしてもらいたいあのそれも自分が思っている範囲じゃないことを やはりいいいいろろ経験してもらいたいでそれはあの住んでる場所でも自分が住んでるところと違う,違う場所の,あの生活の仕方とっていうものがそれぞれあるわけなんですそういうふうな自分と違うものをあの経験しその経験した分だけがあのその方の幅の広さになってあのそれがあのすごく大切なことなんじゃないかな。もし アドバイスすると,するとそういうふうないろんなことを経験してもうこれはあの勉強することではなくてやはり経験することだと思うんです。そそれがその方を一つ一つ作っていいくこととになななるんじゃないかなとですから自分自身も今からもやはりいろ,いろんなことを見ていろんなことを聞いてその場所に行ってあの感じてっていうことをさらにしていくことによってしか何か自分の仕事も広がっていかないんじゃないかなとは思ってます。 えっとうちのこのえっ、ー、と焼き物の仕事の場合はあのお弟子さんっていうよりも職人さんあのこの時期の仕事っていうのは一人でするわけじゃなくてあの録炉の職人さん絵付けの職人さん釜焚の職人さんそういうの方と一緒になってこう作っていくんですで一人の一人の人間で作り出すことの素晴らしさっていうものもも,もちろんあるんですがこの時期 仕事っていうのはあの分業でこう作っていくところもあるんですいろんな人の力を借りながら、えー、と自分の力も入れながらそして自分の作品として作っていくでその時にこの分業というものが大量生産の方法になってはいけないとただ一人の人間でろくろもかまたきもデザインも全てのスペシャリストになることはできないとですからスペシャリストの仕事を合わせながら こう作っていくという仕事が、この時期の分業の仕事だと思うんです。これは逆に、一人の一人の人間ではできない仕事を。この分業という仕事でしてるんじゃないかなと思ってるんです。<music> えっと、やはり。すべてのもの、これを教えるわけにいかなくて、自分で見つけるしかないんだと思うんですよね。 そうすると自分で見つけるまで待つしかないしただあの頭,頭ごなしに否定したりとかそういうことではなくてあのそ,、えー、とそこは、えー、とこちらの方も、えー、と時代がどんどんこう変わっていっていることに対して感覚が違うっていうことをこちらも受け入れなきゃいけないしでその時にあのいろんな経験して。 えと受け入れるっていうことをなんか助言として言いながら最終的にはこれ教えて分かることって分かったように見えながら本当は真のところはあの聞いいいいて分かっったここととと危ないところがいっぱいあるんんだと思うんですよねで自分で仕事をしながらどっかの段階で「ああの言葉はこんなことだったのか」って自分で気づいた時に初めて。 自分のものになっていくそのためにはどうしててもも時間とといううのが必要になってくるんだと思うんですしかしあの20代でしかできないあの作品もありますし30代でしかできない作品もあるそれは、えー、と50代60代になってはもう、えー、二度とその30代の時の感性というのはでき,、えー、とでき,できませんしで逆に60代70代になって自分自身の人間性も変わっていって見えてくる世界もある。 だからその時その時一生懸命もう作って挑むしかでそれで時間を重ねていくしかないんじゃないかなとは思ってますね。父はですねあの一言もこうしろとは言わなかった人なんですよ。ですから高校の1年生の時にどっちの方向に進むか自分で決めろと。で、えー、と作る方を手伝うんだったら美術大学に行くのもいいし。 けあの販売の方だったら経済の方に行ってもいいし全くうちあの今井もんと違う仕事もしても構わないとだからそれはもう自分で決めろっていうことでそれで祖母からいつも男兄弟二人いるんだったら二人していい焼き物が作れるといいねって聞いてたんで私は美に行くって決めたんで,すよで,後で考えるとやはりあの人からこうしろって言われたものってやあの どの仕事をしててもやっぱり苦しいんだと思うできつい時ありますよねでその時にやっぱり人から言われた仕事ってこういうふうに言われたから俺したんだって絶対逃げてしまうんですよねで自分で決めた仕事で逃げれないんですよねですからあの父の中ではやっぱりそういうふうな気持ちがあったんじゃないかなと思いますね。そうですねあのー ずっとこう仕事をしているとどっかで見つかるまで作り続けるしかないんじゃないかなと思いますよね。でそれはえっと学生時代の最初の頃にこの物を作り出すって自分の感動するこ物をえっと物にいかにこう自由にこう作っていくかだと思ってたんですが、ところがその感動する思いがなかったんです最初。 でその時にずっとそういうふうな思い出いた時に、えー、と大学の何年生か本当に、えー、と雪が降る夜にその中心にス,ーッ,とスーッと感動する心を覚えた時にあ自分にこんな感動する心があったってそのう、えー、と嬉しさっていうのはやはりその後の仕事の中でずっと残っていきましたね。 あの工芸会の趣旨のところに「伝統は生きて流れているもので一瞬もとどまることがないのが本来の姿であります」っていう言葉があるんですねまあその中に「変わらない本質を持ちながら」っていう言葉も入ってるんですがですから常に時代っていうのは移り変わっててでそのその上でね常にこうえその時代に挑みながら見つけていくものなんじゃないかなと。 ですから少なくとも有田の400年のずっと焼き物を見ていきますと江戸時代のものとか何かを残そうっていう気持ちが全くないんですよもう常に時代に挑んで求められるものを作り続けていってしかし結果的に何かが残ってるそれをまあ作り手の方がこれが伝統だとかいうことではなくてやはり 周りの方々があここの伝統はこんなことだねっていうことはあるにしても作,作る側が伝統とかそんなことを意識するもの意識してはいけないしあの常にこうしながら結果的に残るっていうことじゃないかなと思いますね。